番シェリー・ボーン、ビクター・クラーズ組、カナダ。カナダのカップルです。コンパルソリーではファースト、セカンドともに第2位でした。シェリー・ボーン、ビクター・クラーズです。女性26歳、男性30歳です。選んだリズムはフラメンコとタンゴです。カナダのシェリー・ボーン、ビクター・クラーツでした。非常に独創的なフラメンコタンゴですね。まあ、あの独創的すぎるとスパニッシュってい う, こうテーマからちょっと外れちゃうこともあるんですけど、もうそれギリギリの線ですね。非常にショーアップされて楽しいダンスで、見てる方たちはすごく楽しんでくれたと思います。はい、得意のトーステップをふんだんに入れて、構成も面白かったですね。そうですね。前半フラメンコをかなりこう独創性を、ね、あの感じさせるプログラムできて、タンゴになった時にはこのスパニッシュがどっかへ完全に消えちゃいましたよね。そうですね。ここまでいろんなカップルのスパニッシュメドレーを見てきたわけなんですけれども、はい、全く違うタイプですね。そうですね。ティズルはとても上手ですね。そうですよね。綺麗でした。技術的にピタッと合ってていいですね。柔らかい膝と足首でこういう最後のねポーズができるんですよ。そうですね。このカップルは過去4回世界選手権で銅メダルを獲得しています。他の色のメダルはまだありません。
衣装も他のカップルとちょっと違う雰囲気でしたね。そうですね、非常にもうこれはショーって感じしません。はい、お酒を飲みながら楽しむ、なるほど、ね、楽しみながら見るダンスのような気がしますね。でもあの非常に面白いプログラムでしたね。はい、構成はとても面白いです、コンポジションの得点が出ています。 5.6 と 5.7 という評価でした。そしてプレゼンテーションです。こちらは 5.7 と 5.8 が出ています。ほとんどのジャッジが1人除いては2という評価をしました。カナダのシェイリー・ボーン、ビクター・クラーツでした。日